本日の無添加ご飯、春空エール、すがすがしい香り、柔らかな口当たりのホワイトエール。お父さんの家を紹介したのは、去年まで同地区だったアストロズのダスティー・ベイカー前監督。今度はい、ちょっと去年のオールスターで私みたい、もう一本飲んじゃった。ほらすごい選手は何人も見てきましたが、大谷は私が知る限り野球史上最も素晴らしい選手ですから。サミットに言ってなかった。大谷の才能を高く評価、はい、確かにアストロズ戦では、はい、乾杯、ありがとうございます。乾杯、いただきます。さらに翌日、2試合連続ホームランと大活躍。さらにベイカーさんはプレー以外でも大谷を評価。甘い感じがするね。まるやかに評価。賞賛に値する選手です。試合前、私にトマトとナス、ナス、それがこちら、ネギと生姜で、ナス、打席に入る前、トマト、相手ベンチのベイカーさんに塩トマトもいいんじゃない。彼は会釈して生姜がいいな。ホームランを打つんです。生姜からでもいいんだ。そのベイカーさん、夕食会では大谷はただ才能があるだけでなくイケメンだと紹介し、大賞にあげると、ついに大谷のスピーチ。頭もいいんだね。ここでもまずはベイカーさんへ一礼。2分6秒英語で語った大谷のスピーチ全部見せます。塩トマト、Thank you for hosting such a great event and always making us feel welcome. To all the writers who voted for me, thank you. トマトからでいい。This MVP award is very prestigious and many of you have been in the world too. やってない。でもナスは生姜とネギ、これあのラーメンにも使う。あ、ラーメンはそっちのメニューじゃないか。あっちの長ネギか、うん、あるよ、うん、ネギ。今日飯田商店さんの無課長ラーメン買ってきたから、お母さんのお金で。ありがとうございます。買ってる人も結構いるの。うん、あの、あそこにいただきに行った人は、あの、割と買ってるかもしれない。いただいた後に。駅の前にあるの？駅の前にもあるけど、これはあの本店に行った。本店というのはやっぱり駅から。駅から10分ぐらいあるかな。すごいね、2店舗もあるの。本店限定のあるかなと思ったけど、なかった。二刀流が確立できるようにサポートしてくれた、フルスエンゼルスへの感謝。うん、おいしい。うん、ナスおいしいよ。ナストマトもおいしいよ。生活クラブのトマト。チャーシュー先食べちゃう。うん、細切れ600円。ちょっと食べちゃうか。ラーメンはさ、スープラーメンでもいいもんね。で、後で入れてもいいし、チャーシュー量多いから。うん、あれちょっと、あ、湯煎した方がいいかもしれない。ちょっと湯煎するわ。あと、かつお節ある？ナス、ナス。かつお節かけた。かつお節かけた。ネギ。生姜いいんだよ、この生姜。そうだよ、体にね。生姜いいんだよ。この世代すごいよね。ではご登場いただきましょうか。パリオリンピック。生姜とかニンニクとかね。うん。うちよく結構食べるよね、それ。うん、食べるよ。生姜いっぱい食べちゃう。
体温めるんでしょ、生姜は、うん、スパイスがいいです、スパイス、うん、オリンピックの素晴らしさもそうだし、怖さもね、ご存知だと思いますから、本当にもう適任だと思うんですけど、さっき VTR にございましたけど、大谷選手とそんな食事行ったりするぐらい仲いいんですか？そうですね、まあ、彼が日本にこう帰国してる時とかは食事に行ったりとかは、はい、連絡も取ったんですけど、そうですか、94年会ですか？94年会ですけど、ちっちゃいか、大谷選手だけじゃなくて、そうですね、選手ですね。どんな話なさるんですか？仲いいんだ。すごい野球見るの大好きで、特に大リーグ毎日見てるんですけど、あの選手、この選手とかっていろいろ質問すると、お茶目な一面もあるじゃないですか。その時顔がなるんで、ちょっと引きすぎちゃったな。お土産ラーメンの作り方。これ、ね、本店じゃなくてこれ沼津店のやつ。沼津店のやつらしい。無添加、無課長だから。関数ある入ってる無課長。そう歌ってる。2つの鍋にたっぷりのお湯沸騰させる。卓球のパリオリンピック選考会に行ってきました。一つ目の鍋にスープ入ってるパックを冷凍のまま入れて10分ほど沸騰。具材パックはぬるま湯で温めておく。もう一つの鍋で麺茹でる。卓球界最強の兄弟といえば張本智和、美和の張本兄弟。鍋で知ら。張本智和は東京に続きパリオリンピック代表も決定できる。5歳下の妹美和は麺どのぐらい茹でんだ。何分って書いてるんじゃないの。書いてないけど。嘘。嘘。本当。日本卓球界のニューヒロインに。1分ぐらいかな。麺の袋に書いてないの？書いてあるのかな？正直、パリでシングルに出てほしいですね。この2年の選考レース、男女ともにゼロにしていいので、自分もやり直すので、もう一回やり直させてほしいぐらい、妹にちゃんと書いてあった？先日の。そうでしょ？これ冷凍だから、カチカチだよ。外出しておいた方がいいんじゃないの？女性の妹だと思う。あのスープはさ、お湯の中に入ってる。書いてないな。あ、原材料ラベルに書いてある。あ、2分30秒から3分って書いてある。出しとくよ。うん。あ、でも冷凍で、あ、冷蔵でいいんじゃない？あ、冷凍でもいいの？冷蔵の状態で、冷凍の状態の時間だと思うから。日本酒飲んじゃいます？うん、日本酒。あらあら、さっきのこれもったいない？もったいなくない？これえ？チャーシュー、あ、チャーシューもういいんじゃない？もういいか。ビワのバックハンドについて日本卓球協会の宮崎専務理事は、100キロで打たれたボールをパンと叩いた。あれ？ラーメンもついてるのね。不安定なの。うん。パンと打たれたボールをパン、パン、回転かけながら返せる。そしたら、当たったら入る確率が高くなる。自分が打つときには皆さん回転かけれる。これつまみになるな。打たれたときに回転かけれるかどうか。超つまみ。打たれたときにちょっと回転かけれる。こっちで開けて。そこに入れんの？そう、全部入れちゃう。ちょっと今なんかこう濡れてる。うん、ちょんちょんね、水で洗ったから。うまそう、超うまそう。もういいのかな、この。うん、油性にかけただけでいいんじゃないの。うん、ちょっとこれ確かに実際の試合でも、回転をかけたバックハンドで、袋のまんま軽く味ついてる、うん、じゃあちょっといただきます。食べないのよ。
チャーシュー。すごい柔らかい。いただきます。そして今日の女子決勝、まずは15歳の張本。味ついてるわ、うん、何もかけないの。ご飯美味しく、美味しそう。ご飯と一緒に食ったらそうだね。ネギでもいい、うん、ネギも。強烈なフォアハンドで対抗。私は生姜も入れちゃう。互い譲らない決勝はラリー戦へ。よかった、醤油かけないで、うん、醤油かけないでちょうど。ナスと合う。うん、合うかも。さらに、うん、すごい、すごい。すごい合う。うん。合う。生姜で。うん、柔らかい。うん？うん。あの生姜もそれダメ。え？醤油かかってない、生姜かかってないのに。これもう味ついてるね、塩味ついてる。うまい。たっぷりのがいいの、うん、ネギも合う、ネギも合う。ストレート勝ちで貫禄を見せつけた早田。これトマトにも合うな多分。続いて6年ぶりの優勝を狙う張本智和と3連覇を狙う戸上俊介の男子決勝、うん、この2人を宮崎さんは、張本は基本的には守備型の選手なんですよ。守備をしながら相手のボールで合わせながら威力を出して、こっちのでいいよね。一方戸上は超攻撃型、うん、相手が打ってきてもそれを全部カウンターを入れていく、まあ、全て守備を入れない攻撃というイメージです。戸上リードで迎えた第4ゲーム。日本酒だ、やったね。日本酒ってお父さんと2人じゃダメなの。黒龍純銀垂れ口。お父さんと2人と17度ボスからビール。福井県産500万石。写真撮る。喜んで笑って、最後は観客に煽って、もうすごいこうゲームを楽しみだった。あ、ゾーンに入ったら卓球を楽しみだったなと思ったんですね。美味しいかどうか初めて見たな。スコアは音がいいね、うん、ストップ。はい、お父さん、はい、お父さん、私が買ってきた日本酒ですよ。私が買ってきた日本酒。お母さん、これは初めて飲むと思う。ピピピピピ。乾杯。はい、乾杯。いただきます。いただきます。そして試合後、萩野さんが張本を直撃。どう、今週は味があるな。美味しいよ。ちょっと写真撮ってから飲もう。うまかっちゃん、生姜いただきます。生姜ちょっとつ乗っけて、生姜、うん、美味しい。味ついてるから、なんか甘みがあって美味しいね。なんか風の森ほどのその微炭酸というか発泡は、微発泡はないんだけど、ちょっと微発泡みたいなある、うん、若干。私はね、絶対ね、作りたて若干微発泡みたいなの。古いのは買わないの。1月2月は買うけど。ていうか、君島屋さんはなんか微発泡系多いかもね、うん、ちょっと、ね、ちょっと発泡的な、うん、微発泡的な。すごい数置いてあるのよ、うん、探すの大変、うん、風の森はもうすぐ探してるけどさ、他に何かいいのあるかなと思って。あのおばさんね、長いなって見てるかもね。また来たって周り、うん、なかなか決まらない。ぜひパリオリンピックでの目標を聞かせてください。正真正銘日本のエースとして日本代表を引っ張ってきて、うん、日本は買うから。3つでメダル取れるように頑張って。
続いて少年たちも釘付けとなった巨人のゴールデンスで勝利し、今日ひときわ目立っていたこちらの選手、すごいつまみになるね。だってさ、麺買わなきゃこれだけ買う人いないし、うん、買ってもいいと思うけど、恥ずかしいじゃん。イワシまだ焼いてない、イワシ焼く、うん、ご飯もう炊けた、炊けてる、うまい。黒ビール、黒マート飲もう、お父さんも黒ビール飲む、黒ビール焼酎、焼酎、お父さん焼酎すごいんだよね、作るでしょ、あと薄いっつって、また焼酎飲む、中華、いただきます。中華が好きだね、少なめに入れてくれよ、うん、うん、焼酎好きなんです。あ、チャーシュー柔らかい、柔らかい、すごい、びっくりするぐらい、これ切り落とし多分、うん、美味しい、自慢されてしまった、焼酎入りました、さっきハズレだった俺、え、今やわかい、あれ、俺作ろうか、大丈夫、大丈夫、いつも慣れてます。そのスポーツは前半はいわばチーム戦、縦の抵抗を他の選手と連携してます。ところがレースは一気に個人戦に、じゃあさ、あれだね、え、おでんにこの生活クラブの油揚げに卵と春雨かなんか入れて止めて、おでんに入れようかなと思って。春雨、おでんに春雨、春雨じゃないのがいい、何がいいか、え、おでんってどういうこと、春雨ってそんなのあんの、おでんの油揚げの中に卵となんか入れようかな、あ、卵と春雨入れるんだ、うん、それがさ、賞味期限、おでん作るときには切れちゃうから、いや、お任せでいいと思うけど、何入れたらいいかな、あれだね、椎茸とか、そういうの入れてもいいよね、卵とか、俳優横浜流星さんにで話題の日本代表高橋慶帆が出ました。次はお任せでいいけど、できる、豪快アタック、両チーム最多の16得点です。 あとさ、イチゴ食べてもらわなくちゃ、報道フロアからニュース、水曜日の試合だからさ、先食べ、みかんよりイチゴが先、被災地ではまだ厳しい環境で避難を続ける人がいました。金沢市民の台所、大見町市場、地震で減っていた観光客の数が、お父さん少しでいいの、少しずつ戻ってきています。少し？何よ。中華へ。少なかったらまた飲めばいい。北陸の海鮮は半分ぐらいでいいよ。半分ぐらいでいいよ。あら、かくまったじゃん。ここで大変で出れなくて、一部しかお届けできないのは本当に残念ですね。能登産の魚は、いまだに十分な量を入荷できていませんでした。およそ5000棟の家屋が被害を受けた石川県珠洲市。少なくしたから、おかわりできるから。はい、あ、一味も合いそう。うん、あと何でしたっけ？一応あのチャーシュー、それさ、つけ麺用に少し取っといて、少しだけ。で、これ、これ飲んで。それと何だっけ？明日つけ麺。え？チャーシューはあったよね。あるけど、冷凍庫に。つけ麺ってね、なんかチャーシュー入ってるの、その切り落としのたまに、うん、だから入れようかな。それなんかもうちょっと切った方がいいかもしれない。冷凍もあったよね。冷凍庫に入れた。冷凍のにもチャーシュー少し入ってるけど。あのちゃんとしたチャーシューだよ。うん、切り落としじゃなかった。うん、入ってた。同じく被害が深刻だった輪島市には、多くの人が待っていたものが到着しました。本当にありがとうございます。どうしても汚してしまうので。超いい感じ。え、焦げてないの？焦げてない。超いい感じ。これは洗濯機を積んだトラック。
断水が続く地域でも洗濯ができるようにと。はさらに家から逃げようとしたら今いなくなったのまた食べたらイワシ、お父さんペリキに後でやってもらえるイワシ後でやってもらえるねイワシこれ 丸ごといけんの丸ごといってるいけると思う丸ごといったから引きたくなっちゃったんじゃないいいね大丈夫お父さん鬼は外福は内鬼は外福は内危ないかもしれない鬼は外福は内そうだよ私頭あったら食べないすごい苦味だよねねうまいけど腹音じゃないですか、うん、食べちゃうビデオ違うわかんない違うよ電池を作ってるには思えない電池を作るなんかさ、いいテレビはないんだよねえ、これ残しとくのラーメンでも食べるのいや、つけ麺、明日のつけ麺の時に、うん、あ、じゃあ残しといてもいいもう私は食べたうん、骨ごと食べられる、ね、え、腹わた入ってたうん、食べちゃった腹わたいるいらないけど、自分のは食べたネギと一緒に食べたネギと生姜がいいかもしれない生姜って何でもいいね、うんうん、何でもいいうまい焼き具合ちょうどいい、うん、ネギと生姜でちょうどいいかも生姜ってすごいな、うん、日本酒日本酒、うん、うまいこれはね、カルシウム取れていいんだ日本酒飲む人はい、うん、ありがとうお父さんはお父さんは飲む飲むスタサプの遠いクテスト対策でスコアアップした人続々スタサプの巣はスマホお父さんほらあれ飲んでるからね焼酎うん必ず焼酎飲んでる湯河原で無農薬柚子買ってきたからお父さんだけに人生でどうかねお父さんは私はゆずさわ飲むよ俺も飲むよお父さんあの梅の梅じそ、うん、生活くらい島崎和歌子くんに問題桃太郎の結末は柚子100円って安くない？安かったの？びっくりした。湯河原はね、柑橘が安い。普通あれだったら400円ぐらいする。うん。無農薬でしかない。すごいね。え、どこで売ってんの？駅前？いや、なんか違う、なんか普通の道とか道路とかに売ってんの。しかも、なんか100円入れてくださいみたいなやつ。あの無人で、うん、無人で置いてあるのすごいね、うん、100円なんか貯金箱みたいに入れんのああすごい入れんのすごいね、うん、あ100円で売ってないよ、うん、あ無人で売ってない売ってないよ、それ売ってないよ水自体が売ってないけど、うん、あなた400円もするかも、うん、たまたまだからそのいつも売ってるわけじゃないからあったんだその時の、うん感じで。何ね。タヌキは背中を大やけど、さらにタヌキを。いつも売ってるわけじゃないから。一期一会。うん。あこれだと思った。普段だったら買わないけど。いいよお父さん。ちょっとこれいただいたらちょっといただいたら手当てするよ。手当てしてくれよって。まだこれ入ってんの？ちょっと入ってるかも。
ほんのちょっと。悪いことをしてもしっかり謝れば許してくれる方向に変わっています。どうせ納得なんでしょう。桃太郎はまだまだ変わっているところがあります。もともと桃太郎は猿、キリ、犬にきび団子をあげて嫌いになる。おいしい。残ったじゃん。残ったじゃん。何度がいい。上下関係は良くない。これは見てごらん、これ。ハラスメントじゃないのか。この私服のこの泡。あこれがね、だん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 落ちてきてたら、こんなです。仲間になったわけじゃなく、あくまで自発的に降り退場希望してる。納得ご飯食べる？まだこれ飲んでからがいい？飲んでからね。もともと善悪をちゃんと子供たち教育させるために悪いことしたら罰があって出てんじゃん、この男。死神博士がいるから初めて見た。善悪があって俺ら仮面ライダーになりたいと思うんで、まあそうですね。そらもう死神博士にも気遣い、もうちさ子と違う番組でも出てんだ。まさにこういういちごビールいただきます。黒ビール。正解はこれです。美味しいよ、黒ビール。俺も好きなやつ。うん、今日はスタート。愛され続ける理由、その一つが常にアップデートし続けていること。1998年、キティちゃんは初となるコスプレ姿を披露。キティのサイン会に来てくれたファンの方がキティちゃんに立ちになったら可愛いんじゃないっていうふうにアドバイスいただいたのがきっかけでした。もう入ってないでしょ。このハチのコスプレを見た各所からコラボ依頼が殺到。観光地でよく見かけるご当地キティ。一食分のラーメンをお父さんお母さん僕と3等分するんで 3つに切りました。そしてこのチャーシューは明日のつけ麺に入れるように細かく噛みやすいように切りました。サイコロ状に。でここに入れたいと思います。はい、で今沸騰させてます。もうちょいです。10分沸騰させるそうです。これもうちょい。ちなみにこのクッキングシートとこのアルミホイルやってるのは洗い物を増やさないためです。以上です。はい、2分半ぐらい沸騰した鍋に入れます。ラーメン、お麺、温度がやっぱ下がっちゃうな。やばい。下がっちゃう。まずい。あと10分ぐらいで始めます。了解です。はい、スープを3等分しました。はい。これを3等分していきたいと思います。はい、できました。お母さん持ってって。はい、これお父さんお母さんどっちか。じゃあこれお父さんでいいか。いただき、いただきます。いただきます。うまいじゃん。私うまい。うまい。メンマもあんだ。うまい。ちょっと茹ですぎちゃったかな。そんなことない。うまい。うまいよね。うまい。ちょっとしょっぱい。ちょっとしょっぱい。じゃあお湯入れる？お湯。私はちょうどいいけど。うまいです。うまいです。うん、チャーシューいただきました。うん、おいしいね。今年は白いスマートボール。このデザイン、シンプルで使いやすいの。うん、おいしい。うまい。必ずもらいます。お母さん、ネギ切ってくれてありがとう。うん、ネギってやっぱりこのネギの方がいいね。うん、細ネギじゃダメだ。
これ、胡椒入れた方がいい。これがシコシコで美味しいな。美味しいよ。そこを唐辛子入れちゃう。うまい。ネギが効いてて美味しい。うん。お姉ちゃん、いいお部屋見つけたね。母は高いところ好きだったもんね。そうだっけ。これは何のラーメン？うまいじゃん。うん。何ラーメン？醤油ラーメン？醤油ラーメン。うん、醤油ラーメン。醤油ラーメン。日本で一番美味しいお店だから。湯河原にあるの？湯河原にある日本で一番美味しいラーメン屋さんのお店だから。なんか特別にやってるな。え？どこのラーメンが一番美味しいかどうか。これ日本で一番美味しいラーメン。うまい。なんか麺がスル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 してる。うまいよ。なんかね、滑らかこの麺が。ご飯食べよう。いや、作ってもらったから余計美味しいかもしれない。うまい。この日2枚目の帝国で勝ちそうなんです。思わぬ形で、この商品は売ってるの？お店で売ってるんだよね。お店で買ってきたんだ。ここに行かないと売ってない。ムカチョウラーメン、うん、お父さん感心です。イランです。決めればうまい。明日はね、つけ麺だから、つけ麺。はい。つけ麺食べないの？今夜、日本の前に立ちはだかるイラン。うまい。カタールワールドカップ後、なんと16戦敗。イランプロじゃない。16戦無敗だと。アジアで2番目に高い。ねえ、今日勝たんじゃダメです。数々の激闘が繰り広げだ。対戦成績は全くの互角。互角だって。ワールドカップをかけた大一番でも対戦。うまいって。ありがとうございます。うまい。入りました。これ湯河原の、湯河原のラーメン屋さんだから。湯河原なんだって。湯河原にあるね、日本一の ラーメン屋さん。お母さんが買ってくれた。うまい、うまい。因縁の相手をどう攻略するのか。作ったのはテルキ。体に優しい、材料を使っている。完食。ありがとうございます。完食ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。うん、チャーシューもうまいよね。チャーシュー俺湯河原いるから買ってこれるから、うんうん、チャーシューもうまい。前回大会も激しく玉際に厳しくね来るチームだった印象があります。明日つけ麺なんだけど、つけ麺はね、麺がね2種類ある。うん、2種類の麺。このイランと日本代表が戦う上でつゆにつけて食べるんだ。そう、楽しみ。まあやっぱりセットプレー失点が少しあるかなっていう。鍋2つ必要なの。コーナーキックでイラン結構人数をかけてくる場合があります。高さももちろんあります。まあ、そういった迫力のあるコーナーキックセットプレー、ありがとうございます。マキオさんはいかがですか。これ今無農薬柚子で柚子サワー作ります。私は。サッカー日本代表国家選手を。続いて日本です。君が
君がよ勝ちそうなの。ちょっと分かんない。イラン強いから厳しい戦い。全部入ってこれ。負けなしだもんな。勝ってくれるといいです。イラン。はい、無農薬なんでこういう皮を入れるっていうこう趣向を凝らしています。こういう感じで。これをさらに半分に切って絞りたいと思います。はい、こんな感じにもう潰して入れましたね。丸ごと入れます。これは無農薬だからこそ成し得ることです。無農薬だから。はい、これでシュワッと入れます。あ、ダメだなこれ。新しいのがいいんだ。完成です。ゆずサワー完成しました。いただきます。ゆずサワーいただきます。ここは伊藤洋輝、今日は左サイドバック中山ではなく伊藤を起用してきたという森保はじめ監督です。キーパーは鈴木ザイオンです。ゆずは甘くなくていいね。はい、さっぱり、うまいね。さっぱりして1個入れたの、うん、1つのコップに1個、半分。ああ半分でこんだけがすごいね。ゆずの無農薬だからゆずの皮を皮も食べられる。細かく切ったから、皮いいんだよ。美味しい。柑橘類の皮美味しい。超うま。みかんの皮は漢方だよ。超うま。まあ右サイドバック対面する選手ですね、はい、やっぱりレモンとまた違うね。美味しい。美味しい。閉じ込めるわけじゃないですけども、うまかりちゃん、ミルズの香りがする。すごい。すごい。今でも間に合うわけですからね、はい、すごいよこれ。ミルズの、あとはこうそれに引きずられて自分の位置がディフェンス側まで下がってしまうと、彼の良さが出ないですね。それをこう伊藤選手が受け渡しながら、はい、少しでも高い位置で、トマトとナス、いただきます。そう、まあ、彼の良さっていうのも出てくると思います。お父さんは大丈夫？お父さん、フルに飲む？いらない。明日さ、いつも飲んでるやつをこれで飲んでもいいからね。美味しいよ。イカフライいただきます。イカフライ、生姜醤油とネギ。VAR が導入されてから1点っていうのは安全圏であります。 VAR が導入されていることによってしっかりと時計の針が止められているところと動いているところがこう引き算で、そうですね、アディショナルタイムが正確に計測されるように計算されるようになっています。ネギいただいて90分やばい。やめて。危ない。危ない。よかった。変なくてよかったよ。やだよ。ピンピしちゃう。ある覚悟っていうのをちょっと気にしたとは思います。ちょっと痛くが足痛そうですね。ここが足痛そうだってよ。待っちゃうじゃん。前の試合も。足が痛めたようなところもありましたけれども、元気に練習には頑張っていたという感じです。せっかく1点入ってない、まあ、この今ねゲームが止まっている間も冨安、森田、鈴木彩音、伊藤とねみんなで話し合う、細かく、ね、はい、どうしたらいいのかっていうちゃんとコミュニケーション取れてるのね、いいと思いますね。板倉、足をちょっとなんか気にしてる。触るかもね。かなり激しい球際と蓄積の疲労もおそらくあるでしょう。
ネギ使っちゃっていいの？いいんじゃない？食べて。全部納豆入れちゃう。うん、全部入れて。ネギ取っといてもさ、臭いだけじゃん。普通のネギも使っていいの？そんな使っていいの？そっち。いいんじゃない？長ネギも。うん。あ、でも明日のつけ麺用に取っとく。明日のあるの？いや、明日あるからあるから。ネギある。じゃあ明日に。長ネギある。でもやっぱり日本の方がいくんじゃない？よし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 。卵入り。守備を作り直す日本。マキロさん、はい、先ほどイランの話ありましたけれども、日本の選手たちの体力消耗具合はどうですか？いや、非常にね、みんな集中して入れてると思いますし、いい中2日ですけども、しっかりとね、リカバリーできてね、臨んでるかなというふうに思いますね。まあ、そういう意味では内田さん、日本の選手たち、ヨーロッパの主要リーグでプレーをしている中で、過密スケジュールというのは慣れてるところもありますもんね。そうですね、それも1試合の2試合ですから、いいの、イカ食べちゃって。うん、食べちゃって。イカ。あ、もう一度中山ですね。塩で。南の方ですね。はい。始めました。前から内容です。はい。シンプルに上げてよかった。うまいわ、もう。ということで、いつも美味しいご飯ありがとうございます。感謝です。愛してます。すごい美味しい。ゆず、ゆずサワー。ゆずサワー。うん、美味しい。レモンとまた違うのね。うん、ゆずの味がする。うん、うまい。いちごいただきます。食べた？めっちゃ美味しそうやん。食べた？食べてない。日本がこうね、青いはセットプレーのマークの方だったり、誰か何番にっていうのがパニックに陥らないように、うん、準備っていうのはしっかりするべき、はい、そうですね、洗うだけでいいんだな。抜かなくていいんです。つけなくても美味しい。この後半は左から右に攻める生活が日本です、うん、立ち上がりのこういったプレーも気をつけたい。やっぱり立ち上がりですよ、はい、まあ、前半の、ね、立ち上がりも結構プレスしてきましたね。ビタミン C 取れるし、遠藤航も話していました、この立ち上がりということに関しては試合を終わらせてやるんだというぐらいの気持ちで入らなければいけない、うん、逆に相手に空気を持っていかせるわけにはいかないんだ、それぐらい重要なこの後半の立ち上がりです。ロングスローを投げていちご狩りしてるみたい、うん、高いボールが入ってくる。上田瀬先に触りました。セカンドボール拾いたい日本です。2番結構ある、2番あるよ、あるよ結構。そのこれもう一個食べちゃうじゃん。食べちゃっていいよ。みかんあるし、デコポンもあるし。じゃあもう一個食べちゃおう。うん、デコポンもあるね。いただきます。食べなきゃ。
本当に注意必要ですね。そうですね、セットプレーもそうですし、ロングスローもそうですけど、はい、しっかりと弾くことをして、1点単位を上げたいですね。トナさん、水曜日に温泉行くから、水曜日は生活クラブはもう取らないから。前田大輔、ニアサイドでヘディング。堂安が先に触る。ホイッスルが鳴りました、日本ボールです。堂安よく競りました。腰から落ちたので、ちょっと。あらやだ、堂安。考えるというようなところがありますが。大丈夫？あ、肩から落ちました。左の肩、首のあたりを押さえてますね。うん、相手に乗り上げるような形でちょっと危ない落ち方をしました。腕はどうにか抜けていったので大丈夫かなというような。大丈夫だ。